こんにちは、シエルです。今日はお正月のセールを狙ってお買い物に行ってきました。そして買ったのがこちら SK-II です。今日は SK-II の購入品を紹介したいと思います。 SK-II のスキンケア商品買ったんですけど、セールでも何でもなくて普通に高かったです。今日そもそも SK-II で欲しいものがあったので、買いに行ったんですけど、もともと欲しかったのがこちら RNA パワーラディカルニューエイジ美容乳液ですね。久しぶりにこれ買おうかな。これの小さいサイズで 50g っていうのがあります。私が今日買ったのは 80g。 はい。でね、この中にはね、すくうヘラがついてます。先ほどお伝えしたようにセールでも何でもなくて通常価格でした。で、こちらのお値段が 17,000円です。高い。この形にそっくりの、これよりは1個新しいタイプに出たミルキーローションだったかな、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、そっちはちょっとさっぱり系で、こっちがしっとり系のタイプなんですね。私は長年ずっとこれ使ってて、一回そのさっぱり系の使ったんですけど、ちょっと違うなってなってすぐこっちに戻したんだよね。しっかり保湿したい人はこっちの、ラデュカルニューエイジの方をおすすめします。開けるとこんな感じで蓋がついてます。白いクリーム状のものなんですけど、これ何がすごいって、お顔に塗るじゃん。そうするとどんどん溶けていくの、とろけていくんだよね。クリーム自体はそこまで硬くないんですけど、どんどんね、トゥル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 って溶けていくの。これがねすごいいいんですよ。これは本当にしっかり保湿タイプなので、冬とかはやっぱこっちの方がいいのかななんて思います。この保湿力がすごい好きなんだよね。とっても優しい香り。そしてもう一個購入したのがこちらです。ミッキーのパッケージの化粧水です。こちらはフェイシャルトリートメントエッセンス SK-II の定番の化粧水ですね。こちらの2020年限定ボトルということで、このミッキーのパッケージのが登場していました。2020年の1月2日から発売と言っていました。 SK-II フェイシャルトリートメントエッセンスミッキーマウスリミテッドエディションということで、2020年の限定ボトルです。このミッキーとのコラボって今年ネズミ年だからだよね、多分そんな気がします。乳液だけ買おうと思ってたんだけど、ちょっとこれ並んでて気になって買っちゃいました。はい。この可愛さちょっとずるいよね。ミッキーのデザインのこちらの SK-II の化粧水、こちらのお値段が 23,000 円です。SK-II の化粧水ってもともと高いんですけど、透明のボトルに入っているやつは22,000円なのかな。この限定ボトルは1000円高いんですって。で、1000円高くて何が違うんですかって言ったら、ミッキーなのでって言ってました。はい。ということで、中身一緒、量一緒、この可愛いミッキーの赤いボトルになると1000円高くなるという、はい、そんな限定ボトルです。この可愛さ買っちゃうよね。こちらの化粧水に関しては香りが苦手な人が多いと聞きます。化粧水の液体自体は透明なんだけど、その SK-II でそのピテラっていうやつの香りがちょっと唾液っぽいって言われてるんですよね。なんか私慣れちゃったかも、あんまりなんとも思わなくなっちゃった。初めて使う人はちょっとその香りに驚くらしいです。って思う方がいるらしいんですけど、私的にはこれ低刺激ですごく使いやすくていいなと思っています。乳液と化粧水合わせて 44,000円です。はい。4000円は消費税なんだけど、いや消費税高くない？ 4000 円あったらなんか買えるよね。このボトルもプラス1000円だけどね。お買い物したら、試供品でこちらもらいました。ラデュカルニューエイジユースエッセンスという美容液ですね。これも昔使ってた美容液。いつの間にか試供品が新しい形になってる。ここに3つピョンピョンピョンってくっついてて。前はさ、なんか四角いただの袋だったんだけど。ね。ちょっとパワーアップしてます。私もともと数年前から SK-II ずっとライン使いしてて、クレンジング洗顔、拭き取り化粧水、化粧水、美容液、クリーム、乳液か、あとなんか美白のなんちゃらとか、ずっとライン使いしてて、今回ちょっと久しぶりに購入した感じです。去年一回韓国のスキンケアに変えたんですよ。で、それずっと使ってて、この間出張行った時になんかトラベル用化粧水セットみたいな感じで、この SK-II の試供品のちっちゃいサイズのやつを持ってったんですよ。この美容乳液のちっちゃいやつ、それを使った日がなんかすごいいいかもみたいな感じになって、なんかやっぱ SK-II 高いだけ良かったのかなみたいな感じで思って、
で、2020年のスタートとして久しぶりに購入した感じです。最近学んだのはスキンケア商品ってなんかずっと同じのを使い続けるよりもなんかある程度期間したら変えた方がいいらしいんですよね。なんか肌が慣れちゃうのかな、うん、でそれで私はずっと長年 SK-II 使ってて、一旦韓国のスキンケアに変えた時になんかこれはこれでいいかもと思ってたから、まあずっとそれを去年は使ってて、でまたやっぱり SK-II もう一回戻してみようかなみたいな感じのタイミングですね。SK-II 長年使ってきて、私の中では一番はこれなんですよ、この美容乳液。SK-II を LINE 使いしてた時の動画がこのチャンネルにあるので、そちらの SK-II の動画は、概要欄にリンクを貼っておくので、よかったらそちらもチェックしてみてください。スキンケア商品にお金をかけた年始になったんですけど、昔ねテレビでね春菜愛さんが言ってたの、例えば美容院に行ったりとか、まあ、ネイルをしたりとか化粧品買ったりとか、まあ、こういうスキンケア商品とか買ったりとか、その時間とお金をかけることで女の子は綺麗になるとか、そういう美容に対する気持ちが大事らしいです。はい、結構高いの買ったので今年も頑張りたいと思います。はい、ということで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。